関西で活動する若いアーティストを応援する番組、ストリートファイターズアットマーク関西。ポップス、ブルース、ソウル、ファンク、 R&B、 いろんなジャンルをぐるぐる詰め込んでジャングルマイク。言葉のマジック止まらない、思いが溢れて、そこから一つ不満で心に届く言葉。平均年齢25歳、結成8年目のジャングルマイク。日本人とオランダ人からなる今京都で注目されているバンドだ。京都出身の4人で活動していたジャングルマイク、2年前鴨川で練習していたところへオランダ出身の八織が急に話しかけてきたという。今は日本語喋るんですけど、昔はあんま喋れなくて、おい何してんねん、俺キーボード弾けるから出てくれって言われて、その通り母国オランダでも音楽活動をしていた八織、留学のために来日し、京都大学大学院で宇宙物理学を学んでいる。何これ？あの時空の曲がりの話です。八織は日本の文化も勉強している。日本の古い文化が入ってて勉強になります。この間佐渡の教室だから、うん、ちょっと教えよう。なんでお前から教わらない。佐渡もその一つだが、メンバーは八織から大切なものを学んだという。彼がすごいライブとかでも踊ったりして、もう自分の自己表現がすごいんですよ。やっぱそういうのを肌から見てて、もっと自分を出していこうと思って。彼らを結成当時から知る関係者は、昔はね、ほんまにその歌をうまく歌うことばっかりを考えすぎてたんですけど、伝えたい、聴いてほしいっていう気持ちだけで、その気持ちをちょっと優先するようになってから、一挙に京都の中ではもう人気者になりましてですね。自分をさらけ出し、心で音楽を奏でる。そうすることで彼らの思いはお客さんに届くようになった。共感できる歌詞だし、泣けます。めっちゃ心に響いてるから、絶対また来たいと思う。夜空の星と違う道を作る、きらめく時に包み込まれて、未来の欠片一つ一つ繋げ、カッコつけるだけでは思いは届かない。ジャングルマイクは自己満足の音楽ではなく、スタイル音楽を歌い続ける。アットマーク関西、参加アーティスト大募集。応募用紙に必要事項を記入の上、ご覧の宛先まで。応募してくれたアーティストの中から一組をピックアップし、番組のテーマ曲としてオンエアします。詳しくは番組ホームページまで。